はい、どうも、ごまみれです。前仕事でさ、あのなんかね、中学生のね、キッズたちとね、なんかやいのやいのするちょっとことがあってさ、まあ車でね、なんか送ったりとかしとったんやけどさ、車乗せて、まあキッズたちをね、やれなんか送ったりとかいろいろね、送迎みたいなことやっとったんやけどさ、その時にね、今時の中学生ってなんか、ませとるって言ったら、もうあれなんか死後なんかね、ポルノハブとか普通に見とるんだって。まあ思春期だからね、特にスマホの時代だからさ、ね、スマホを当たり前に持っとるね、中学1年生とかでもやっぱお母さんにスマホ買ってもらったとかさ、ね、そういう話になっとるわけでさ、で、別になんかフィルターとかかけられてるわけじゃないっぽいからさ、だからもう何でもかんでもやりたい放題よ。DMM で、ね、DMM でエロ動画のね、見れるし、買えるし、ポルノハブとかでも普通にね、ね、エロ動画とか見れるわけよ。なんかね、なんか、やっぱ、なんていうかな、思春期のキッズだからさ、やっぱ恥ずかしがってね、誰々くんちょっとポルノハブって検索してよ、やだよ、みたいな感じでさ、やっとる。あ、なんか、思春期だなーってのをさ、やっぱおじさんはね、おじさんはなんか思春期だなーみたいな感じでさ、なんか、みんななんか聞いとったんやけどさ、話をさ、面白いよね、そういう時代や。まあでも間違った性知識だけは身についてほしくないなってあるよね。けどポルノハブって結構無修正多いから大丈夫かってなるけど、まあそこら辺はね、親御さんたちの教育の問題だからさ、俺がやいのやいの言う話じゃないけど、うわぁ、面白いよなぁ、そういう時代だぜ。でね、思った、なんかそんな長い話の中でね、すごい思った、今現代で子供にさせなきゃいけない三大教育、一つはインターネットね、このご時世やし、インターネットによる誹謗中傷だったりとかさ、ね、人付き合いの方法だったりとかさ、もう一つはセックス、まあ保健体育だよね、まあ、保健の授業、まあ恋愛云々じゃなくて、女の子の体仕組み云々とかそんなんじゃなくて、もう普通にセックス。いやーでもね、子供の頃に間違ったセックスをね、知ってしまうとさ、やっぱ被害を受けるのは女の子だしさね、ガシマンとか嫌やん女の子目線、ガシ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  AV とか見てさ、ね、これが気持ちいいんだろうみたいな感じで勘違いしてさ、おっさんでもおるんやから、風俗とかが行っとるようなおっさんとかでもたまにおるらしくてさ、知り合いの風俗嬢に話聞いたんやけどさ、やっぱガシマンが多いと、で AV 飲みすぎでなんかね、やっぱ AV の人たちって女優だからさね、気持ちよくなくてもさ、すごいなんかめっちゃ絶倫してますみたいな演技せんとあかんくてさ、けど実際そんなことなくてさ、テクニックがあってこその気持ちいい気持ちよくないとかさそういう話になってくるしさ、同じことやっても意味ないわけよ、そこら辺も面白いよね。だからね、その俺ぶっちゃけほら、インターネットってさ、ほら危ない、なんだかんだら危ないもんだからさ、まあ規制する班もおればさ、俺は逆に小学生くらいからどん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 インターネットに触れさせなあかんって思っとるわ、むしろもう早いとこインターネット触らせて、酸いも甘いもというかさ、もうね、いいことも悪いこともどん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 経験して、それをやることによってね、子供の頃からさ、そういうインターネット教育っていうのがね、知恵がついてくるわけやんか。じゃあこれをね、規制してしまって、例えば中学卒業するまでインターネットは規制しましょうって話になったらさ、ね、インターネットを全く知らん状態で高校生になる、わけよ。なんか30歳に童貞してたおっさんみたいなさ、ね、遅れてきた思春期がやってきたみたいな感じで、30歳でね、なんか、なのになんかもう自分が10代の少年かのようになんか、ね、女性に対して振る舞って、まあ失敗する人たちっておるわけよ。30歳くらいで童貞捨てるとね。だからもう童貞少女なんて早いとこ捨てた方がいいし、性格がね、もう腐るからさ、腐るというかまあ、もうね、固まってしまってね、うがった感じになるからさ。だから正直なとこね、本当に、で、インターネット、もうそうやし、あとセックスもうそうやね、しっかりと早いうちに教育してしまう、
まあもう教育っていうね、教え育てるわけだからさ、ね、まあ俺は親じゃないんだけど、そのね、教える側、失敗した時に怒るんじゃなくて、ほら見た子とかと怒るんじゃなくて、しっかりと、あの、説教、まあ、叱れる親ってのが重要になってくるわけ。結局、今のとこ、叱れる親というか、もう叱り方っていうのが分かっとらんから、インターネットで。子供の叱り方っていうのが分からんからこそ、なんかその、もう分からんのやったら、大人の子供も分からんのやったら、規制してしまおうっていうね。あの、香川県のゲームとかもそういうわけよ。うん。なんちゃらのね、その発端となってるなんちゃらの議員がさ、娘にね、ゲームしとる娘に仕方されたからっつって、それに対して親としてね、何も言えんからこそ、政治家の力を使って、法案を作ってしまって、ね、法案で決まったことやからっつって、娘を無理やりね、言う通りにさせようっていう、浅い浅い考えなわけよ。うん。でね、まあそうなってくるわけだから、うん。もう、説教というか、まあ、教育だよね。親もネットに対してね、知識をつけてかなあかんし、教養、知識教養、人に教えれるくらい、子供にちゃんと言えるくらい。例えばそれこそさ、ね、どうしてインターネットやっちゃダメなんですかって言われて答えれる、ね、やつおる。っていう話になってくるのよ。親すべてがね。いろんな親たちが。それができんからこそ、規制規制に走っていくわけで、そこを思考放棄してしまったら、結局ね、みんなが頭悪くなってしまうからさ。うん。だからね、なんていうのかな。でもね、そういうのって重要だと思う。とてもとても。だからそうだね。うん、でも叱り方、俺もこれもね、なんか確立したもんじゃないからね、俺も考えてみたところで、まあ結論をボンって出せるわけでもないんだけどさ、まあそれこそ、ね、インターネットって一言で言ってもいっぱいいっぱいあるからさ、うん、なんて言えばいいのかな、その TPO というかさ、その時の時と場合によるね、 やり方、起こり方みたいなね、叱り方、教え方っていっぱいあるからさ、だからね、そういうのもね、しっかりとできる大人にならなくちゃいけないなって、別に子供持ってなくてもね。うん。もう一つなんやろね。三つ。まあ、インターネット、セックス、あとはなんだろう。これを一つ入れるのはちょっと恥ずかしいことっちゃ恥ずかしいことなんやけど、読解力。読解力。読んで理解する能力。今ね、俺の動画でさ、何度も言っとるんやけど、あのね、インターネット、これだけ SNS が普及した時代でね、人の言葉をさも自分の言葉かのように扱って、そんな感じで振る舞う。で、自分の言葉で、その物事を意見しない。発しない。うん。自分の意見を持たないっていう、まあ、子供を中心としたね、まあ、おっさんとかもそうなんやけど、子供を中心としたそういうね、あの流れってのがすごいあって、うん。しっかりと物事を読む。そして考える。うん、そして答えを出す。その三つまで。すっげえ大事。めちゃくちゃ大事。この三つやと思うな、俺がもしもやるとしたら。めちゃくちゃ大事よ。うん。読解力。だって、結局ほら、他の動画でも多分話すと思うんだけど、もうね、結論から言わんと、今の子たちって話聞いてくれんのよ。うん。結論ありきで、なんか内容を匂わせる。うん。なんかその昔とかだったらさ、小説とかでさ、ね、何の脈絡もない、ね、小説だったりとかさ、でね、タイトルで、で、中身が全然、なんか、ね、クライマックスがすごい違ったりとかさ、タイトルが伏線になっとったりとかさ、うん、のがあったんやけど、今の時代ってもうね、タイトルがあらすじないんだ。ライトノベルとかそうだよ、雑誌とかもそう。もうね、なんていうのかな、異世界転生した主人公がどうたらこうたらで、みたいなとか、そんなんばっかないよ。怖っ。YouTube の動画とかもそうやからね、なんやかんやで。ね、
結論を出してその結果どうなったみたいな、あれあれあれをやった結果とかさ、うん、うん、丸々をしてね、丸々に対して丸々をしたら衝撃的な結末がみたいな、もうね、でタイトルとサムネ、うん、タイトルでね何々をした結果みたいな感じにやって、でね、サムネイルで匂わせみたいな感じのものにして、ってそういうじゃないとみんな見てくれんのよ。それをやるかやらんでね、再生数ってめっちゃ変わんの。 YouTube 面白いもんで、内容なんてのはマジで二の次、4番目くらいかな、下手したら、うん、すごいよ。俺もこの YouTube っていうのをね、いろいろやってみて、まあ実はいろんな実験をね、淡々とやりながら、いろんな実験をしながらね、いろんなことをね気づいたりしたわけなんだけど、うん、やっぱそうだわ。やっぱ読解力、しっかりと、そのなんていうのかな、しっかりと答えから結論ありきじゃないと、でも結論がね、なんていうのかな、結論はこうですっていうのを出して、例えばそうだな、10割の人間が見たとしようけど、その中で内容をどれだけ見るかっつったら、7割の人間は多分そこからね、ページを閉じると思う。ページを閉じると思う。うん、ああ、なるほど、こういう感じだったんで、こういう結果だったんで、はい。だから、結構 YouTube の動画って、こういうね、結果ありきで、こうこうこうやってみましたみたいな、の動画がめっちゃ多い。結局そうなんよね。うん。だからそういうのもひっくるめて、ね、タイトルね、でもすごい、今ニュースとかもすごいよ。うん。ネットニュース。やっぱ、新聞社とかね、そういうメディアが、やっぱり、偏ったりとかもしとるわけだからさ、ね、主義主張が。だから、意図的に情報操作とか、タイトル、ね、悪意を、ね、読者に対してもうタイトルとサムネしか見とらんから、ね、タイトルしか見とらんのがほとんどやから、だからもうそのタイトルをわざと悪意のある、ね、改変ものに改変して、で、内容はしっかりと正しいもの、間違ってないものっていうのにする記事とかめちゃくちゃ多いのよ。だからそういうのに騙されてね、なんかウェイウェイやってたりすることを防ぐためにも、しっかりと物に対してね、見て聞いて考える、そして答えをアウトプットするっていう力っていうのは多分大事だから、まあ、現代におけるね、子供も大人も大事なんだけど、現代における三大教育っていうので、もしも俺が提唱するんだったら、まあセックス、まあインターネット、セックス、読解力、うん、この3つやと思うな。うん、皆さんはどう思いますか？はい。そんな感じで、以上、こまみれでした。